これから8回。ああ、そうだ、今日引退発表したな。最後の近鉄戦士、お疲れ様でした。坂口さん、正直私にとってはヤクルトよりもオリックスの時のイメージが強いです。さすがに近鉄のことは知らないですけどさすがに近鉄のことを頃は俺は知らないけど、オリックスで活躍してた俺は、坂口さん俺は知ってますから。どこ守ってんだよ、塩見で下がりすぎだろお前。